おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー、いよいよ200回目を迎えることができました。イエーイ。ずっと目をつむってんだけどね。はい、こちらのアバターはですね、無事に200回迎えることができまして、まあこれも本当に皆さんのおかげで、100回でね、正直ね、100回以上続くと思ってなかったレベルなんですよ。100回で終わるんかな思ってたら、もう200いってるんですよね。これってすごいことですよ。もう僕も予想してなかったんですよ。いや本当にね、見てくださる皆さんがいてくださったこそ、そしてね、この100回から200回までの間には転機が訪れまして、あの147回ぐらいからダウンロードコンテンツを、使えるようになりました。はい、これによりね、レジェンドクエストをやったり、ガーディスと戦ったりとね、さらに遊びの幅が広がったわけですね。これも本当に皆様のおかげでね、もうこれからね、またあと300回まで続くんじゃないかなっていうぐらいですね、正直ね。300回超えるの？500回ぐらいまでいく？はい、というわけで、今回はね、まず100話から200話までのね、総括とね、まあそれをね、ダイジェスト形式に流していくことと、最終的に今200回でね、ティラさんはどんなパーティーが今強いと思ってますかっていうのを紹介していこうと思います。ではスタート。ティラと申します。初めましての方は初めまして、市販ゲームの実況をするのは久しぶりになります。私ティラと申します。よろしくお願いします。これはね、72。おはい、はい、60。おはい、強力な最強。まず強力で最強。はい、強力な技です。はい、いやー、これはどっちかというとね、パーティーは悪くないですよ。コンピューがやってる。はい、もう一人に、ね、使いたいようです。はい、ライアンですね。はい、ホイミスタイム様鎧、そしてピンクの鎧ですね。はい、こそと同じライアンがね、ってことは、ブスパで負けなさい。これちょっと待って待って、あれ、これ特産もう出た。そうか、耐久に対して HP 高い HP や。こいつやってんな。あーかっ、すごいな、こう。うわー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 、いくわ。なに、でもこうやっても早いと思うんだけど。なっ、それキングバスター。おい、うわー、おい、うわー、くれよ。ブレーキキッスター、すごー、逃げよ、ほら。いつか待ちか。はい、さあ、極大の特殊もドローンは食らえた。あー、なんだこのゲームは、なんだこのゲームは、あいつにはなる。おー、791。誰か聞いた。え、合体でもう異本位に爆裂。はい、メカレビーン。おっ、あっ、どう、あー、アニメと違うんだよ。はい、よー、あははは、うまいこと言ってほしいな。キャラ、君はいつもゾンビみたいな。デンタサウルス、ナイトリッチでございます。すごくよかったじゃん。おー、でも、でも、天使スタッチおげん、イエーイ。攻撃発祥パターンを見つけよう。おいおい、あいつやった。いくぜー、さあ、あ、うわ、中盤これが崩れる。今日に至ってなんかもう見ません。最強、はい、よいしょ、よいしょ、よし、よし、どんだ、よいどん、よし、よし、よし、昨日出てないんです。でも今日も、おー、急に死んどる。これね、多分ロトのもん。はい、よいしょ、よいしょ、お、あ、ドローバンドか。ドーン、よいしょ、スポンサーなんているんだ。うわっ、めっちゃ膝切れるチームしか見えない。ドーン、わー、23、3、はい、よいしょ、んよい、はい、オッケー。うわっ、弱点取ってるよ。あー、あー、はい、よいしょ、
ましょう、全員。これまさか嘘、全員言ってくる。変えましょう。はい。あはい、ナイス。そういうことだ。おーい、黄金のやゴールドン行ってこい。ここあったら、あっ、オッケー。おや、ここ、なるほど。さあ始まりました、ね、200回の今のねパーティーと、そしてねもう元祖元からいたねかなりの強いパーティーが今並び立っております。どちらもねちょっとね手を抜いてないようなあまりにも手を抜いていないようなね気がしないでもないようなパーティーですけどね、このねなかなかない構図ですからね、僕のチャンネルでは本当に強いパーティー同士が戦うってことはなかなかなかっただからです。まずはキースラゴン戦いのね火蓋は切って落とされた。いざアイスクラッシュ、いいダメージ216。いやでも身の守りが高い分ね出ないんだね。さあ続いてジャミー、こちらのね17時間の思いを今この手につかめ、ドン、やるー。329はやっぱ強い。さらに 1P チーム全て攻撃する。まずはね 1P チームが先制攻撃。アマかける竜の剣技、このアマかける竜の剣技勇者だけが使える2回攻撃、これが本当に強い。まずね、すべての打点を取り終えた。さあ、2P チーム、ここから返すか。041ね、この戦士と組んでもやはりこれが強いんだと。298、打撃対象をね、貫通しております。さすが爆発が強い。そして、ナイトウィッチはバトルマスターということでね、ドルマという呪文が使えます。暗黒呪文なんでね、勇者に弱点が取れるということですが、うえーいやはり感化できない。暗黒属性は感化できないのか。さあ、スターフレアがキースドラゴンに行く。戦士のね判断力の関係上誰に飛んでもおかしくないんですけど、ロッと国立武器下がるキースラゴン。さあこちらもね2回攻撃、もう屈強なねチームが並び立つこの対戦はねなかなかない、見れない戦いでもありますねこのチャンネルで。ああ種族下がるとこんなもんか。そして公平を期すためにね 2P チームの SP をね一応使うことにします。さあここでねチームのように勇者回復、勇者のようにね回復していく。さらにここでねこちらはね向こうにキースラゴンがいましたんで、危険ドラゴン切りを 2P チームは選択します。削り切り、基本的に削り切りで済ませ合いなしとかになりますんで、どうしてもね普通の勝負に比べるとまあちょっと物足りないとこはありますが、おーい、ここで600の差、ここの600の差が広い。ただ全体的なチーム構成で言いますと、この勇者チームの方が素早さにはかなり分がある状態ですね。メラミがね、ジャミがちゃんと300の打点を取るんで、ドルマとは同じぐらいの打点が出てますね。さあ、アマかける竜の剣技でどこまで出るか。アマかける133、メタルハンターに行っちゃうときついですね。メタルハンターに行くと打撃耐性が恐ろしいことになっている。今度はどうだ、なるほど。まだお互い会心が出てないですね。意外とこの戦い、会心がなかなか出ないね。さあ、向こうの SP は選べない。さあ、メタルハンターのね、コード029はあまり打点が出ない。スーパーの波動だ。これダメージ、ジャミが危ないか？おーった！ジャミ食らうなーやっぱ。ここに P チーム一気に差をつけるか。
悪夢の剣ナイトメアソード、なかなかにいい勝負してるぞ、これいい勝負してるぞ。さあキーソルモンアイスクラッシュ、主人公に行く、主人公に行くキスコ、ここで 2P、ね、1P チームも返しのスペシャルカード使いたいと思います。ここはね、まあ、公平を期すためにギガデインといきましょう。さあこの3ターン目ね、すごい大事ですよ。さあチューパーを打ち破れるか。さあナイトリッチというね大会の悪夢を打ち破れるか、このターンがすごい大事です。さあ お互い体力イーブン、ファイナルブローになった、ここファイナルブローになった、ここファイナルブローなんだ。さあどうだ、479、あと479。さあ中華を打ち破れるか、素早さはこっちに分がある、比較的。さあお互い回心が出ないぞ、今回は普通に殴り合っているが、取るな、ここきついな、これこれはもうこのターンに決まるか、なんだったらこのターンに決まるぞこれ。キスコ、おっとナイトリッチここでキスコに当てる。さあこのターンで勝負がつくか、ジャミドデオクラッシュ、おー会心、ジャミがここで、ここでジャミ、しかし、しかしやはり夢は破れるのか、やはり夢は破れるのか、なあキスコお前が走ればやはり200回でも僕は勝てなかった。